四国88箇所霊場、高知県西南部37番札所岩本寺、38番札所金剛無寺、39番札所円光寺の紹介をしていきます。高知県の西南部にある37番札所岩本寺です。36番札所からは約50キロほど離れています。ここから先は距離が伸びていくので修行の道場と言われているゆえんとなっています。小墓場町にあるお寺となっています。岩本寺の境内の裏には淀線が走っています。境内は平坦な部分にありまとまっています。2021年は弘法大師との結縁1100年となっています。そして38番札所金剛無寺です。金剛無寺は足摺岬のすぐのところにあります。亀と整備された池がとても美しいお寺となっています。本堂、大師堂、権現堂とあります。広い境内です。そしてこの地下には洞窟が走っており、地獄穴という穴が足摺岬の方からつながっているようです。下には洞窟が伸びてきていて、波がこの境内の裏にある出口のところに出てくると言われています。亀が印象的なお寺となっています。また線香を立てるところもきれいに整備されており、蓮の花が再現されています。足摺岬の横にあるところのお寺となっています。錦鯉も池で泳いでいます。そして39番札所の宿毛市の円光寺です。38番札所、39番札所ともに約80キロほどの距離があるので、余裕を持って行動するようにしてください。車でも時間もかかります。こちらは国道56号線バイパスには入らずに普通の道から入っていくこととなります。少し山手にありますが、中は平坦で歩きやすいところとなっています。本堂、大師堂とあるお寺です。ご視聴ありがとうございました。